メグロレン、ファンを、ぬまらせる、役とのギャップ、ワタコン、サイレント、で一躍スターダムに、サイレント、フジテレビ系、連続テレビ小説、舞いあがれ、NHK 総合、映画、月の満ち欠け、そして現在公開中の映画、私の幸せな結婚、と、2022年から2023年にかけて出演作や主演作のドラマや映画が立て続けに公開となり、常に話題の人物となっていた俳優がいる。 そう、スノーマンのメグロ連だ。メグロが演じた役は、それぞれ境遇や性格が異なっているのだが、不思議なことにどれもメグロにぴったりのハマり役だ。偶然なのかもしれないが、メグロが演じるのは物静かな人物が多い。そしてその佇まいが、いつもどこか憂いを帯びているのだ、私の幸せな結婚、でメグロが演じる弓道さやかは、 冷酷無慈悲な軍人と噂され、実際、最初の頃は嫁いできたサ盛り身を未だ身をにも態度が冷たい。でもその態度には変な威圧感がなく、むしろ寂しさや諦めが感じられた。このほんの少し感じられる、悲しさ、が、この人物には、何か秘密があるのだろうか、とか、過去に何かあったのだろうか、と興味をかきたてられるきっかけとなっている。